皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、忙しくて時間がないとお悩みの教室の先生へ、5分の時間を10倍に活用できる時間管理術のコツについてお話をしていきたいと思います。時間との戦いっていうことは、教師の先生でなかったとしてもですね、皆さんいろいろとこう、やりくりしながらやられていらっしゃいますし、お子さんがいらっしゃる方とかだと、この家族の時間の中でもお子さんとの触れ合いの時間とかに、費やさなくてはいけないものとか、その教室業だけ、一本だけに関わることができない方も結構いらっしゃると思うので、そういった観点から考えると、もう本当に時間をどうやりくりするのかっていうのは、非常にこう貴重でですね、おそらく事業を起こしたばかりの人でも、すでにもうずっとやってる人でも、ずっとおそらくついて回る課題だと思うんですよね。で、私自身はかなり時間は有効に使ってる風に見えている方だと思うんですけれども、実際に私のクライアントさん、生徒さんからは、私の時間は1人だけ48時間あるに違いないみたいに思われている節もあるぐらいですね。あちこち飛び、セミナーも行い、クライアントさんのセッションもし、自分のウェブサイトも作りとか、こういう情報発信もしてっていうことからすると、いつどこでその時間を作ってるのかっていう、私が5人いるんじゃないかとかいう話もよく言われることぐらいですね、ある感じで、皆さんには不思議がられるんですけれども、先日たまたま私のクライアントさんとですね、長岡の花火 の, ツアーというか、自分で組んで写真も撮りたいので電子書籍にするかもしれないしっていうこともあって、長岡にご一緒させていただいて来た生徒さんがいらっしゃるんですけど、一緒に来てくださった生徒さんいらっしゃるんですけれども、彼女が3日間私に密着して見ていて分かったことがあるっていうふうに言われたことが、その秘訣なのか、私は全てその思考で動いているので、全員の方が同じようにできるとは別に思わないんですけれども、思考を変えれば時間が作れる可能性があるので、そのお話をですね、今日はしたいかなっていうふうに思ってこちらの動画を撮っています。それではですね、本題の部分に入りたいと思うんですけれども、5分の時間を10倍に活用できるっていうことを、タイトルにしているわけなんですけれども、時間がないっていうふうにおっしゃる方とかはですね、おおよそその時間の把握っていうのをやってない方ほど、当たり前ですけど足りないというふうに言う方が多いんですよね。で、私も昔はそう、でも会社員やってた時も結構分刻みで動いてたからあれなんですけれどもね、時間をうまく活用するっていうのは、おそらくなんですけど、細切れの時間をどう使うのかっていうのが多分一番ポイントになるかなと思っていて、5分という時間があった時に、それを5分しかないと思うのか、5分あればこれができるって思うのか、この差の積み重ねっていうのが、1日の積み重ねでもものすごく大きいし、1年とかになるとものすごい膨大な時間 の, ロスか有効活用したのかっていう差が出てくるぐらいの内容だと思ってるんですね。で、時間を計るっていうことをしてるしてないっていうのが、私は割とよくしてる方なんですけれども、されてない方は全くされてない、要は例えばそうですね、タイムトライアルっていうわけじゃないんですけれども、ある一つの書類を作るとするじゃないですか、それがウェブサイトとかあとブログとかでもいいんですけれども、例えばその同じ経験をもう一回するときに、前回よりもどうやれば早くできるのかっていつも考えて次の回トライするんですよね。だからそうですね、分かりやすいところで言うと、例えば、ブログとかですね、私の速度でですね、タイピングそこまで遅い方ではありませんが、めちゃめちゃ速い人から比べると多分遅い、こう頭の中で文字が降りてくる速度でおおよそ書いていくんですけれども、だいたい5000文字だと
1時間半くらいかな、ブログとして書くのであれば、単なるタイピングだったらもっと早いですけれどもね、天気とか音を聞いてそれを書き起こすだったらもっと早いんですけど、文章とか内容を考えながらやると5000文字でだいたい1時間半、3000文字でだいたい1時間かなっていう感覚なんですね。そうすると、じゃあ、1万文字のブログを書きましょうっていうことになると、おそらく3時間かかる。しかも3時間連続で集中するのは辛いから、まあ、ちょっと休憩2回ぐらい入れて15分で30分、そうすると3時間半あれば書けるかとかね、そういう話で、その3時間半というのはあくまでももう書いていくところに当てたいと思うのであれば、その下準備的な、まあ、例えばタイトルとかその骨子ですね、込み出しとかは、その時じゃなくて移動中、電車に乗ってる時とか、まあ、新幹線に乗ってる時とか、そういう時にもメモレベルでも全然作れますよね。なんでその仕事をするために必要な下準備とか違うところでやってるとか、まあ、そういう感じでやってるので、私の場合にはその密着同行した彼女が一番驚いてて言ったのがですね、立ち上がりが早いって言ってました。要はですね、まあ、例えば今5分フリーになったって言ったら、その5分でできる仕事と、まあ、詰まってる順番も含めてなんですけど、それをすぐこなすんですね、その場で。だから多分車を運転したことがある方ならわかると思うんですけれども、アイドリング状態がずっと続いているので、すぐにギア入れて走れるっていう、そんな感じなんですよね。でそれが5分でピタッと終わって、またその次に、それが仕事モードだったとして、今度ギアチェンジして遊びモードになったら急に遊ぶこともできるので、その切り替えが、仕事から遊びにっていう人は簡単にできる人多いと思うんですけど、遊びから仕事も割とこうスッとモードを切り替えて入ることができるので、まあさすがにお酒がね入ってる時には若干そのモードが鈍る時とかもありますけど、お酒が入っていたとしても、まあブログ更新とかはですねできたりとかしますね。なので私の場合には仕事が趣味化しているので、趣味が仕事で仕事が趣味って、この境界線をなるべくないような状態でやっているので、その瞬時の切り替えも自分としてはそんなにストレスなくできているんだなと、彼女に驚かれて私が気づいたっていうことだったんですよね。だから立ち上がりが早くない人はどういうことかっていうと、ああこれから仕事だどうしようとかいうところで、まず30分とか1時間経って、それから本始動に入るので、その時間が瞬時にもしも立ち上がって動くことができるんだったら、多分その時間ものすごく短縮されるはずなんですよね。だから5分っていう時間を大事にするっていうことができるのであれば、まあ本当に何ていうのかな、無駄な時間っていうか、ゆとりを持った、よしこの時間は何もしないぞっていう時間は何もしないっていうふうに決めれば、もちろんそういう過ごし方をすればいいだけであって、さすがにですね、例えばそうですね、観光地とか行って森林浴、あ草の香りがすごいのびのびとして、深呼吸し、ね、いい森の中で芝生があって公園がとか、そういうような時にさすがにパソコンは出さないですよ。だけれども、なんでしょうね、まあリゾート地に行って私本を書くとかいうのもあるんですよ。作家みたいでかっこいい感じですけどね、ホテルに缶詰にするっていう気持ちはすごくよくわかるんですが、綺麗な海を見ながらですね、ちょっとこう広い部屋のバルコニーかなんかでですね、それこそカクテルでも飲みながらですね本を書くなんて最高に幸せな時間じゃないですか。本を書くのは仕事ですけど、リゾート地にいてその海が見えるところにいるみたいな、この状況はバカンスですよね。だからバカンスも仕事もごっちゃになっててもストレス感じないんですよね。むしろそれが嬉しいみたいなタイプの人なんで、だから時間が重なってるんですよね。なのでそんなにその切り替えっていうのが、ああ仕事しなくちゃっていう風にはなっていなくて、ああ仕事しなくちゃっていう、まあ嫌な仕事っていうか、そのモチベーションとか、負荷をかける、自分の気持ちに負荷かけないと動けないような仕事はなるべくやらないようにしようっていう風に決めてるせいもあるかもしれないですけれども、当然クライアントさんからの質問とかはひっきりなしに届くような状態を、まあ
期限があるので、その期限でさばいていくっていうことは当然やるんですけれども、その内容っていうのは、まあ見て、パッと見て、簡単に答えられるものだったら、もうその場で処理をしていくっていう感じでないと、溜まっていっちゃうんですよね、回答とかも。だから時間をきっちり分けてお仕事をしたい人っていうのもそのスタイルでやられたらいいと思いますし、私は見た瞬間にそのまま答えられるものがどんどん返信していく、内容がじっくり考えて戦略を練ってあげて回答しなくちゃいけないものはお時間かけて別のとこでまた頭を使ってちゃんと答えるっていうことはするんですけど、通常はガンガン返せるものはその場でどんどん返していっちゃうので、新幹線の移動中とかでも返信したりとかですね、この間なんかホテルのロビーとかでチェックアウト待ちしてる時とかでもね、返しちゃったりとかね、しちゃってたりとかしてましたから、大変だねとかっていう人もいますけど、私自身がそんなに大変さを感じていないので。その点はいいのかなって思ったので、常にだからアイドリング状態であれば、その立ち上がりに時間がかかるっていうところをなくすっていうのも一つのポイントで、5分の時間を無駄にしないっていうふうにもしもできるのであれば、相当1日の時間は有効に多分使えるようになりますね。まあだからそのなんていうのかな、切り替えの時間を早くするっていうのがおそらくポイントその1です。でこれをやるにはですね、ちょっともう一つ二つ目になるかもしれないんですけれども、マルチタスク化っていうのを、そんなにこう、なんていうかな、面倒に思わないっていうか、マルチタスク化を当たり前のように扱うっていう感じですかね。これはね、また脳科学の方とか、違う心理学者とか、そういう方とかビジネスの方とか全く違う本も書いてるんで、これはあくまでも私の持論なんですけれども、人間はってメカニズムですよ、集中力が、その一つのことを立ち上げるのにやっぱり集中力のを起こすまでの時間がかかるらしいんですよね。そうすると一つのことをガーッと仕上げて、それから次のことにかかる方が効率がいいっていうデータがあるっていうのも知ってて言ってます。まあ男性脳が割とそのタイプなんですけどね。で、女性脳はもともとマルチタスクが得意なのをもともと持っていて、女性は子育てしながら料理を作って買い物に行って何してっていう、一度に何個も何個もやれるから、お料理上手な人って大概マルチタスクの人ですよね。で、お料理教室の先生とかっていうのは本当に段取りが良くないとお料理教室自体の運営もできないし、生徒さんに教えることも、そこにさらに教えるっていう、作るだけじゃなくてやり方を見せながら教えるという、その技も入ってきますからね、かなり本来は高度なお仕事だと思います。マルチタスク使いまくりっていうの脳を使いまくりっていう感じで、だから女性が多いのかなっていうふうに教室の先生とかはね思ったりとか、特にお料理パンお菓子の先生とかは段取り上手じゃないとダメなので、そういう部分があるのかなっていうふうには思ったりとかはしています。なので、そのマルチタスク化するっていうのは本来は立ち上がりが遅いからよろしくないっていう話なんですけど、私の場合は若干例外で、立ち上がりが早いので瞬時に切り替えをするので、まあ本来はもしかしたら時間もちょっとかかってるのかもしれないんですけれども、それをすることによって隙間に入れるべき今持っている仕事とかの短めのやつを何個も、短めポケットを何個も持っててですね、これ長い、ちょっと中ぐらいの時間かかる、これちょっと真剣に考えよう、例えば私も自分のウェブサイト構築とかはしっかり考えたりとかっていう感じになるので、それは結構時間取ってやるって決めてる仕事、中くらいと小刻み短いのパン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 ってできるものって大体ポケット3つ持って。で、今この時間があったらこれやろうみたいなのをその中から瞬時に出してきてこれを処理するっていう、そのまあ処理能力というか、それがもしや長けてるのかもしれませんけれども、いつでもどの仕事はどれぐらいの時間でできるのかっていうのを把握していれば、ここに当て込むのはこれだとか、今この時間だったらこれしか当て込めないとか、環境とか状況とかあるじゃないですか。こうやってじっくりゆっくりの、まあ動画撮るっていうのは、まあ少なくとも個室みたいなところの方がいいですよね。たまに外で撮ったりもしますけれどもね。
そうするとそこにその時間にいる時しか撮れないということになりますので、動画配信の動画は私旅館とかでも別に普通に撮るんですけれども、部屋の中でですけどね、それがやっぱできる時とできない時があるから、まあ、それができる時とできない時に、やんなきゃいけない仕事ですし、もっと言うとお仕事っていう領域から考えると、お料理教室とかパンとかの人っていうのは、オーブンとかがどの道調理器具ないしは火とかいうのは切り離せないようなレッスン項目の内容になってくるので、そう考えると動けないですよね、あんまりね。で、今私はコンサルタントっていう名目になっているので、お料理とかそこは切り離した状態になってますから、全国どこへでも行けるし、まあ、インターネット Wi-Fi さえあれば、通信手段があれば、世界だったとしても時差があっても仕事はできるっていう、まあ、ありがたい時代の環境にいる状態なので、と考えるとまさしくもう分刻みで時間を見つけ出して仕事をしても何ら問題なくできるので、かなり、まあ、有効には使えますし、できれば私は1個の仕事で3つぐらいの効果を出すように動きたいといつも思いながらやっているので、当然ですけど時間がかかるものを減らす努力っていうのもしますし、前回例えば10分かかったものを今回8分にできないか、8分かかったものを6分にできないかとか、まあそういうのをずっとタイムトライアルはしたりとか、まあ限界値はありますよ、ここまで以上にはもうならないなとかね、そういうのはありますけど、そういうのいつも測ってるから、自分の仕事量と仕事の能力をいつでも測って数値化してるっていうことですね。これもポイントになるかもしれないですね。3つ目のポイントがあるとすると、自分の仕事の能力を数値化できるかっていう、まあそれとかもあるかもしれないですね。例えば楽しいんですけど、写真もやってるので画像加工とかですね、ブログに載せるためのっていうふうに決めている時には、なるべく5分以上、1枚に5分以上かけないようにしてるんですよ。楽しくてね、いっぱいいじっちゃったりとか、文字入れとかも特にどのフォントにしようかとか迷ってるとですね、すぐに時間が経ってしまうので、ブログ1ブログ私の場合長いので、その中で10枚とか入れようって決めるとすると、自分の持ってる写真から加工しながら載せていくっていうふうにすると、まあ大体1枚5分以内にしようって決めていて、そうすると5分だったら1時間で12枚できますよね、っていう感じでやってます。だから手順がおおよそ、まあブログっていうことで言うと、まあ自分のもちろんパーソナリティは伝えなくてはいけないんですが、明度、彩度、あとコントラストと、まあこれが露出関係に測ってくるんですけれども、あとはその、まあトーンですね、柔らかいのか、まあ、強いストロングのトーンなのかって、まあ大体そのあたりちょっといじって、なるべくだからいじらないようにそもそも写真を撮るっていうのは頑張って撮るんですけれどもね、はい、そんなことをやったりとかして画像加工とかで、さっき言ったみたいにブログの何千文字だとこれぐらいでできるっていう、それとドッキングすると1ブログ5000文字のブログで10枚程度の写真を入れていくっていうふうにすると、1時間半プラス、1時間なので2時間半かかって書くことになります。なのでそれを2時間半超えてしまった時には、画像加工が悪かったのか、あとはブログを書くアイデアと手の滑りが悪かったのかとかですね、そういうのも考えながら次に改善案はどうしようとかっていうのをやっていく感じですね。なので以前ですね、生徒さんでじゃあこの期限だとどうできるとかっていう話をした時に、これぐらいでできますっていう話が、約束の締め切り日を過ぎた方とかもいらっしゃるんですけれども、それはご自身の能力を自分で把握してないっていうのがまず1点と、計画をするんですけど、その計画には予備の時間を設けなくてはいけないんですね。何か突発事項があってもそれをこうちょっと吸収できるぐらいの予備の時間がある方が良くてですね、それを組まないと何かあると全部崩れちゃうので、まあ、それでできなかったっていうことになってしまうので、一応決めた締め切りをどう守るかっていうのの時間管理っていうのは常にもう毎日の修行に近いかもしれませんけれどもね、そういうのでやってたりとかすると、だんだん少しの時間でも上手に使えるようになってきます。まあ、私もこれをねやり始めても
ね、自衛して9年目ですから、まあ、そういった意味ではいきなり今やり始めた人とかよりは全然使えるようにはね、なってますけれどもね。ですから、そういった感覚で言うと、まあ、自分で自分の能力をちゃんと数値化して把握するっていうのもポイントの一個です。で、まあとにかくいろんな動きを数値化していってるんですけれども、それの源泉になった、まあ、エピソードっていうのがですね、私のコンサルタントさんがいてるんですけれども、その方に私がやっぱり時間管理で非常に悩んでいた時に、僕の話で参考になるかどうかあれだけれども、と語ってくれたのが、まあ、全国を飛び回る方でですね、セミナー講師もやられている、まあ、コンサルタントなんですけれども、以前は例えば15分とか乗り換えの時間があった時、駅のホームでただぼーっとしてコーヒー飲んで、それで15分とか前は終わってた。で、それをよし、時間がもう1年にこれぐらいしかないっていう時間をまず全量を出した時に、セミナーに行く、全国に飛ぶ、執筆もする、コンサルの回答もするっていうことを考えると、全然時間がないっていうことが分かった時に、その15分の前にコーヒーを飲んでた時間も、来ているメールの返信とか、まあ、ブログを書く、メルマガを書くための時間に充てるとか、たとえ15分でもそれをしてるっていうのを聞きましたし、あとは驚いたのが執筆ですね。私は割と缶詰系が好きなので、集中して書きたいので、まあ、さっき言った贅沢な時はリゾート地で書くんですけれども、そうでない時も自宅だとなかなか集中できなくて書けないんですよ、本の時には。なのでガッと時間を取って、コワーキングスペースとかにわざわざ行ってですね、まあ、執筆するとか、まあ、そういうことをするんですけど、まあ、多分やはりその方もね、立ち上がりが早い方なんでしょうね。今この15分でこれを処理するったら、パコッと小さいミニノートってチカチカチカって書くとか、電車とか飛行機の中で執筆するって言っていて、ほとんど移動時間で執筆していたっていう話を聞いた時に、ああ、この人はそうやって時間を作り出してるから、今のこういう状況が作れてるんだっていうのが分かった時にですね、私が時間がないっていうことはこの人にはもう相談できないっていうふうに思ったんですよ。いい意味でですね。だってそれ以上のことをやっても時間作れなかったら言おうって思ったので、やっても作れないなんてことはなくて、その15分レベルでメルマガを書く、ないしはメール返信するっていうのを聞いた瞬間に、それをやってさらに時間がなかったら相談しようって思ったら、まあだいぶ時間作れるようになりましたよね、その時間レベルも使うと決めるのであれば。だからそれから特にですね、この3年4年かな、立ち上がりが早くなったのは、多分その話を聞いたせいがまず一つです。もう一つは、起業家の男性で、まあ、信仰がある方と、どこかに移動する機会があったんですね。で、その時に、あ、そうだっていう感じで、まあ、これちょっとやっとくと明日の仕事が楽になるから、これポイントです、明日の仕事が楽になるからっていうことで、やっぱりちっちゃいミニノートをパコッと、本当に普通にナチュラルに電車に乗っている中で、ちょっと明日の仕事楽になるんでやっちゃっていいですかねとかって言って、はいどうぞって言ってやったら、エクセルの表を動かしてたんですよね。エクセル電車の中でやるんだみたいな。私の中の概念は、エクセルっていうのはなんかしっかりこう数字なので、こう向き合ってちゃんと考えてじゃないとできないっていうふうに思ってたのに、このなんか移動時間の10分とか15分レベルでエクセルの表いじるんだみたいな、それにすごい衝撃を受けたんですよ。だからそれを見たことによって、私の中で自分は家でないと、要はじっくり向き合わないとできないと思ってる仕事も、案外そうでもできるのかもしれないっていうふうに思わせてもらったのが、まあ、その電車の中での出来事ですね。で、人によってはその外にね、仕事も持ち出して、まあ、自営ですからね、あれなんですけれども、段取りが悪いとかね、そういうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、私はちょっとね、まだ早起きが苦手なタイプで、夜鍋族であれなんですけど、2人とも夜も早いけど朝も早いですよね。だから朝時間をものすごく有効活用されている方たちなので、
朝時間をもっと有効に活用できるようになれば、私もね、さらに48時間が72時間ぐらいになるのかもしれないですけど、そこはまだ長年の課題ですね。質の良い睡眠と朝早起きでの朝の2時間とかね。大概私が知ってる男性起業家でお仕事ができる方は、5時とかね、6時には終わってる方多いですね。ほとんど仕事自体が。朝、その代わり朝5時とかね、4時とかそれぐらいからやってたりはするんですけど、まあ、そんなの見るにつけてもですね、何でしょう、こう気負ってもう忙しい忙しいとかって言って仕事をしてないのがポイントなんですよ。割と余裕っていうか、いや忙しいのは間違いないんですけど、忙しいっていう字はね、心をなくすって書いて忙しいって読むわけなんですけど、そういう状態じゃなくて、割とさらっとこなしてて、そして笑顔も絶やさず人とのコミュニケーションもとって、イライラすることもなく平常心でやられてるんですよね、そういった方々って。まあ私がお手本にしてる方々なんですけど、やっぱり私もそういう状態は保ちたいと思っているし、まあ、そこにさらに私の場合遊びを入れてきますからね。 そこのだから境界線をなくすことで全部ごっちゃにしてるっていうことで、まあ、その能力を支えている一番の大きな源はマルチタスクなんで、ワンシングっていう本もありますけれども、一点集中の方が効率が上がるっていう話がありつつもですね、まあ私はマルチタスクを進める感じですね。細切れの時間を使うっていうことを考えた時には、瞬時に頭切り替えられる方がいいので、マルチの方が多分いいなっていうふうに思ってるので、特に女性はですね、マルチタスクが得意なタイプの脳の方なので、そんなのもトライしてみていただけるといいかなっていうふうに思います。なので、まあ時間5分の、隙間時間でもですね、10倍に活用できるコツっていうのは、まあ、常日頃自分の仕事量と仕事能力の時間を知って測ってるっていうことと、まあ、その時間にどの仕事を当てればできるのかっていうのが見極めることができているのかっていうのと、まあ、一番のポイントは立ち上がりが早いかどうかですね。切り替える、瞬時に気持ちを切り替えて瞬時にこなしていくモードに入れるか、これが多分一番大きなポイントになるんじゃないかなというふうに思ってますので、ご参考になさってください。それでは。